こんにちは。ちょっとアングル変えてみて、せっかくこのカーテンがね、木なんで森なんで、こっちをバックにしてみたんですけど、全然木の部分映らないっていうね、上にアングル上にするとテーブル映らんし、顔映ってしまうしで、まあ、これが限界ですね。これが今日はこれ、去年一昨年ぐらいになんかハロウィンの時に来たんかな。これはね、ブルーの古着でブルーのニット買って、これ紋章を縫い付けただけなんですけど、わかりますか誰か。そうね、こうやってあの姿を写す時はこういうジブリのコスプレ、ジブリの仮装をしてやってもいいかなと思ったんですけど、あんま持ってないんですけどね、あんまないか。ちょっと用意しようかな時々。いちごをね作ろうと思って、こんな感じでもう一個作ったんですけど、カゴバッグにいちごブワーってぶら下げようかと思って、このカゴバッグに。めっちゃ可愛くないですか、こんな感じ。これ一個めっちゃでっかいの作ったんですけど、もうちょっとちっちゃいのをブワーってぶら下げようと思って、これは外せるんですけどね、いちごのお花ついてて、これ絞ってあってね、このカゴ、いちごのカゴといちご入ってるんですよ。やばくないですかこの可愛さ、いちごからいちご出てくるみたいな。これね、顔なし巾着から、あ、このおにぎりポーチに入れてるんですよ。みんな今度ピクニックにこれごと持っていったら可愛いかなと思って、これをみんな入れてるんですよ、顔なしたち。でせっかくなんで、線じゃない白と千尋も入れてるんですよ、このポーチなんで。可愛いでしょね、顔なしは顔なし巾着から出てきて、いちごがいちごから出てくるっていう、これ可愛すぎないですか。こんなばっかりやってるんですけど、38歳38歳こんなことばっかりしてるんですよ。大丈夫ですかね、結婚もせずに。多分お母さんおったら怒られる、ほんまに。お母さんがおったら、あと何してんの何してんの、あと結婚もせんと何してんのって。いとこのおばあさんがね、心配して私のこと、まあ親みたいなもんなんで心配してね、あんた早くもう幸せになってよって言われるんですけど、毎年、あ、結婚して幸せになってよって言われるんですけど、もう十分幸せやでっていつも言うんですよね、おばさんに。全然幸せなんですけど私。だから人それぞれですよね、幸せって。もう人それぞれなんで、幸せの、あの感覚、その人が幸せやったらいいと思うんですよね、それで。はいあ、こんな感じで。ちょっと前喋りすぎましたけど、前ちょっと緩い動画やと思って見てください。いちごね、いちごの正しい作り方分かってないんですよ私。これもう適当に編んだんですよ、尖らして編むんですけど初めあんま広げすぎない、丸編むときに。なんか一個飛ばしで目増やしていくぐらいですかね。私も正しい編み方分かってないし、目数えながら編んでないんですよ。適当にこう細く上がっていって、こっから広げていく感じなんで、初め一個飛ばしぐらいで丸編んでいって、編んでいきます。今日ちょっとなんかこうやってこのアングルで喋りながら編んでいこうかな、ちょっとライブ配信っぽく。ちっちゃいイチゴ編むからこんな大きくしないんで（笑）そんなに広げんでいいですね。衣装を、キキは黒いワンピースがあればいいんですけど、でも頭映せないからリボンわかんないですもんね。だから真っ黒だけになってしまうから、やっぱ服に特徴あるキャラクターで、これまあちなみにナウシカなんですけど、ナウシカはね部屋着もあるんで、あれもまた今度着ます。で
3目飛ばしぐらいにし、もっとか、5飛ばしぐらいにしてますかね。もうこの辺で、多分1号の本もネットで出てきたんで、本とか見た方がいいかもしれないですね。ちゃんと作りたい人は、ピクニック行くとかお出かけするっていう時にこうやって準備するのが好きなんですよね。いろいろ小道具作ったり、あのよりねお出かけが楽しくなるんで、こういうの持って行ったり作っていったり、でその準備期間も楽しいし、でこのこれぐらいちょうどいい感じに三角になりましたね。三角、もうこの辺から5、あの一週につき3目ずつぐらいしか増やしてないですね。もうこの辺からそんな増やさなくていい。もうこれぐらいの大きさにするんで、大きいのにしたい人はもうこのままどんどんブワーって広げていったらいいんですけど、ここまで広げれたら閉じていくんですね。次は ここじゃなくて次飛ばしてやると縮んでいくんで、縮めていきます。なので1、2、コメントこう見ていくと、もう穴がどんどん縮んでいくんで、ある程度縮んでこの辺で綿入れましょうかね。これで本体は完成です。簡単です。いちご、これで最後まで閉じれます。あとこの1個飛ばしで編んでいったら穴ちっちゃくなるんで、綿ね、綿出ますね、綿が。あ、でも緑で隠れると思うんで、はい、これ閉じて適当に中ブスッと刺しといたらいいと思う。で葉っぱ部分は普通に鎖編みをして、1,2,3,4、まあ、5ぐらいやってから次細編み2回長編み2回ぐらいしたらね三角になるんで、これが1枚ですね。葉っぱこれをまた1,2,3,4,5、細編み2回長編み2回、これとこのね三角の葉っぱがこうやって縫い付けます。こうやってこれ絞るんですよ、縫って、まあ、適当です。もうボンドでいいんですけどね、くっつけるの。後でボンド買ってきてやります。でこれとこれも結んどいたい。でもこんな感じですね、いちご。これで完成で、後でこれ
置いといて、この長いのくくるんで、カゴバッグにこのまま置いときます。これを何個も作ります。 お花なんですけど、過去にもねお花の編み方アップしてるんで簡単にしか説明しないんですけど、私もこれ正しい編み方か分かんないんですよ。うろ覚えなんでね、もう小学校か10代の時にお母さんに教えてもらって、とりあえずこう輪っか作るじゃないですか。ほんまぐるぐるっていう輪っかをしないといけないんですけど、これの方がやりやすいんですよ私。でビヨン、このね引っ掛けてビヨン、このこうやると花びらになるんですけど、一つこれぷっくり花びらで、1、2でこっちに、でビヨン伸ばす、これもね正しい編み方なんかの本とかに載ってると思うんですけどね、私お母さんに教えてもらってちっちゃい頃、それの何十年も前の記憶なんで正しくないかも。これの繰り返しです。これ5枚あの花びら、ま、お花もいろんなお花の編み方が YouTube でも出てくるんで、もう分かりやすいので編んでください。このお花はあんま見かけてないかな、あったかな。よし、でくくって、で真ん中の黄色はこの花びらの1枚分でここにスポッて入れるんで、さっきののビヨンのやつを1個作るだけです。花びら1枚分を作るだけで、真ん中で縫い付けるか、ボンドでもいいですね。これお後ろからブスッと入れてこう、で後ろにって通して外れないように縫い付けます。これね、葉っぱにね、ここアロマルガで付けたんですけど、もうめっちゃしっかりしてるん でイチゴの葉っぱは、もう葉っぱもね私結構今まで 1,2,3,4,5,6,7、まあ、ちっちゃい葉っぱだったら7ぐらいにして、大きくしないともっと伸ばしたらいいんですけど、で細編み2回で長編みを2回間に入れて、でまた細編みすると葉っぱの形になるんで、
でまた細編み、こういう真ん中もこってした葉っぱになる。でこれまた逆側に行くんですよ、往復する感じ。次こっち側、こっち側も細編み2回と長編み2回したら葉っぱになるんです。これはもう何にでも使えるんで、お花編んだ時に。はい、ここまではもう全部説明したんで、あとはもうゆるーく喋りながら、こんな感じですね葉っぱ。あとはもう葉っぱとお花といちごをひたすら編んでいきます。もう喋りながら。私美容院ほとんどもう行ってなくて、今カットだけ、伸びたらカットしに行くだけで、20代の時とかちょっと2、3年前まではカラーとかね、宿毛矯正とか行ってたんですけど、もう最近前髪も長いし、ストーンってだからあんまうねらないんで、あの短い頃よりは。だから宿毛矯正もやめて、もう痛むから。でカラーもやめたんですよ、痛むからカラーもやめたんで、ほなもう美容院代がめっちゃ浮いてますよね。私もう黒髪の地毛で生きていこうと思って、だいぶ髪の毛きれいくなりましたよね。私だいぶきれいくなった髪が。もう今地毛2年ぐらいカラー行ってないんで、耳の下ぐらいまでは地毛やと思うんですよ。でこの毛先はまだちょっと茶色い、若干茶色いんで、このね染めてた頃の髪の毛が残ってると思うんですけどね、この辺は。でもだいぶもうこの辺ぐらいまでは地毛やと思うんですけどね。もう全部地毛にしたいんで、もう傷まないように。髪にもいいし、お財布にもお財布にも優しい。なんか YouTube ってね、なくなると思いますかね。 YouTube はねしばらくなくならないと思うんですよね。私やっぱ見てるユーザーっていうか、見てる人がやっぱ増えてるし、多いし、もうテレビ、私みたいにテレビ見ない人が YouTube は見るっていう。私もね、なくなってもらったら困るしね。やっぱテレビ見ない分 YouTube で、あのなんかね、才能を持った人がね、もともと一般の人やった才能を持った人が今まで隠れてたのが YouTube にこうやって出てきて、みんなに見てもらえるようになって、私も発見できるし、そういう人を勉強になるんですよね YouTube。 人生社会勉強人生勉強なので、私もなくなってほしくないし YouTube で。みんなも YouTube 見る人は好きやと思うんで、ずっと。なんでね、もうなくならないと思うんですよね、テレビみたいに。テレビと一緒で、うん、しばらくなくならないと思う10年、20年。だってこれからどんどんいろんな人出てくれるし、今の若い人たちが、いろんな才能を持った人たちがどんどんこう出てくれるしね、この先もずっと。だからもうなくならないと思うし、 YouTube みたいに動画の SNS も新しく出ることもないやろうしね、この先。わかんない、出るんかな。あ、でいっぱいありますけどね、あの TikTok とかあるのはあるんですけど、やっぱ YouTube、 テレビみたいなんは YouTube だけですもんね。だから私も YouTube がある限り
ってやっていこうと思ってるんで、10年20年もうインターネットもなくならないやろうしね、この先どんどん進化していくと思うんで、そうなんですよ、私の生活ね、家電とかなくなっていっててほんまに退化していってるんですけど、そう、あのインスタにも書いたんですけど、文明を退化していってるんですよ私今。便利なあの時代進んでいってんのに、便利にそれを全部家電とか便利なもんどんどんなくしていって、こういうアナログな生活に退化していってるんで、もうあの戻っていってるんで、昭和昔に、これね、アナログな生活こう手作りして、まあまだあの森には行けないんですけど、そのうち、まあ、10年後ぐらい行ってるかもしれないし、木に囲まれたところに住んでるかもしれないし、こんなに4つ、まだ葉っぱつけてないですけど、これ今本体どんどん編んでいってて、うん、何個ぐらいぶら下げようかな、まあ、大きいの1個、ここ、まあ、この辺3つずつかな。はい、いちごとお花が6個ずつできました。でアロンアルファ買ってきたんで、アロンアルファでくっつけていきます。その方がねしっかりして取れないんで、こんな感じでお花葉っぱでいちごこうブラーンってする感じで、はい、全部ねこうやってもうここでボンドで留めて、こうブラーン、これね、ここにどうやってつけるかなんですよね。この辺になんかちょっと隙間に、これ普通のねちょっと藁っぽい柔らかめのカゴバッグやったら縫い付けれるんですけど、硬いタイプはこう適当に通してここでくくるだけにしときます。うん、取り外しをできるようにしたいから、まあいっか、切ったらいっか、もう肩結びで結びますね。もう外したくなったら切ったらいいんで。うん。かわいい。一個だけでもかわいい。かわいい。どうしよう、これは。ああ。守ろうか、もうちょっとこっちでもよかった、ね、でこっちに3つ、こっちに3つつけます。はい、できました。これやりすぎやりすぎぐらいですけど、めっちゃかわいい、これほんまにかわいい。このまんま 歩きたくないですけど、ちょっと、いやでも歩けるかな、森やったら歩けるかな。かわいい。これ持っていちご狩り行きたいんですね、もう。いちご狩り行きたいなぁ。なんかいちご狩りのお誘いがあったんですけど、なんか行くかもしれないみたいな。あの、インスタの集まり。もし行くんやったら、これ持って行こう、ほんと。あの、紙袋に入れてね。これを紙袋。
かトートバッグか紙袋入れて向こうで出すっていう。お顔なしもぶら下げたら可愛いわ。これはいいか。これとこのおにぎり、このなんか顔なしとかちかこ人形も入ってるし、顔なしも入ってて、ピクニックカゴも入ってて、ハクとキヒロも入ってて、おにぎりに、おにぎりポーチ、これもね、こんなか持っていって、サンドイッチ、いちごのサンドイッチ入るかな、こんなか。これにいちごのサンドイッチ入れたらやばくないか、やばいでしょいちごとか入れたらやばいじゃん。めっちゃかわいい、これプランプラン揺れるのがかわいい。いちごサンド入れるタッパーがね、まあ、こう使い捨てのこれに入れるんですけど、あ、入りますね、ぴったり。これも入れてさ、これもさらに入る。あ、ちょうどいい。んで、いちごもちょっと持っていこうと思って。これはやばいですよ。これで、これ持って森に行くの。楽しみ。楽しみすぎる。かわいい。こったかわいい。こったかわいい。なんだこれは。ちゃんと手がね、こう手にワイヤー入ってるんで。何このかわいさ。いちごと顔なし。これで、これ持っていこう。の顔なしも、はい、長くなりましたが最後まで見てくれてありがとうございました。楽しみ、これでこれ持っていくの。いちごやばいですね。これからの季節のカゴバッグにこうやっていちごつけるの絶対かわいいですね。こんなにつけなくても1個2個とかぶら下げたら、この持ち手のとこにねブラーンってぶら下げるだけでもかわいいし、かわいいなこれ。ね、ピクニック行く行く言って全然行かないですけど全然準備動画ね、準備動画も、あ、じゃあ準備も楽しいんで、こういう準備も楽しいんで、もう全てを楽しんでるんで、準備から何から何まで。かわいい。うん、入ってきた。サムネイルの写真撮ろう。サムネイル撮りました、このアングルで。めっちゃ可愛いんですけども、なんだこれ、顔なしとイチゴなんか合うめっちゃ可愛い、もうずっと眺めとけます。これ可愛すぎて、このトトロもサムネイルにはこのトトロまで入らなかったんですけど、かわいい、このアングル、この写ってるもの全て。はい、そんなわけで終わります。ずっと写しときたいですけど、かわいい。しかもこの中にイチゴがいっぱい入ってるっていうね、ちっちゃいいちごの中からいちごがいっぱい出てくるっていう、やばい、もうウキウキ、テンション上がるやつです。
このカゴバッグ。多分女子がみんなテンション上がるバッグですね、これ。かわいい。これね、あの、いちごの季節終わったらこれ外して、あの、飾っとくは飾っとくんですけど、また何かに使えるかもしれないんで。で、夏になったらまた違う、あ、そっか。なんかコロコロ変えてもいいですよね、つけるもの。ベリー系、ブドウとかも可愛いっぽいし。ブドウをつけてワインとか刺して、なんか秋のピクニックとかね、ブドウ可愛いっぽいですよね。先生、これから暖かくなるんで、こうやって、まあ、ピクニック行くために準備、いろんなもんこうやって小道具をね、いろいろ作って楽しんで、それを持ってお出かけに行くっていう動画撮っていきます、今年は。